見えるかな。またちょっと髪を染めました。前と同じ色なんですけどね、今回はちょっとね明るいのかな。でも自分的に明るくしすぎてない色にしたと思うんですよね。前回よりは黒目の茶色みたいな感じで、うん、ちょっとね、あの黒もどあの髪の毛伸びて切り行った時に前だけ茶色に残っちゃって、で今度行った時に完全に黒になっちゃったんで、ちょっと染め直したんですよ。見えるかな、あ全然茶色いな。多分根元は黒なんですよ。でまた生えたら切ったらまた茶色になっちゃう、黒に戻っちゃうんで、また染め直そうかなって考えてるんですけど、それはまだちょっと考え中です。うん、でも一応今はねこの色でいこうかなと思っております。まあ明るくすぎない、多分遠くから見たらこちらの見えないよね、黒っぽく見える。うん、光ないとどうなんだろう。あ、意味ないか、窓で光が明るいから。あ、でもうん、まあ、黒っちゃ黒に見えるかな、離れてれば。うん、まあ、こんな感じか。貼り付けると一気に見えそう。ああ、見えるね。うん、見えるわ。まあいっか。うん、多分明かりすぎてないはず。ということで、また髪染めたという動画でございました。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあこれがちょっとね、めいっ子といっ子の家に遊びに行ってまいります。もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。